よう。おはようございます。うん、昨日はよく寝れた。よく眠れました。そうだったの？寝落ちか。おはよう。ありがとう。マジで？すごいね。8時くらいでしょ？あ、違うか。いや、でも9時くらいか。本当に最後もすごかった。9時からいつの間にか朝まあちょっと待って、裸酔い、うわっ、うわっ、口って、おはようございます。みんなありがとね。なんか引き続きキスト愛してる、ありがとう。現実を突きつけられる。今日は15分配信します。15分だから55分ぐらいかな。乾燥しているような気がする。あ、喉が乾燥してる。本当は朝から飲み物飲みたかったのに。本当にね、やばくてですね。そうなの。言いたくないんだけど、マジで、明日テスト笑えないけど、明日テストの、やばくない？なんで私さ、ビスイベント2億にしたのか怒ってないまあ多分ね、まあいい、テストもあるけど2億の方がいいやって思って多分そうしたんだけど、本当に何もしてない。だから昨日の夜病んでた。ずっと病んでました。でお母さんにめっちゃ怒られた。うるさい、グズグズしないの。本当に勉強できてない。どうしよう。NST 祭りはちょっと今もレッスンしてるので、大丈夫だとは思うんですけど、まあ大丈夫なさそうかもしれません。 NST もなんか。みんなが揃って練習とかさ、あんまりできてなくて、だからさ心配だよ。
MST だってあさってだよね。考えられません、心配です。お勉強ももう無理です。人生積みました。さよなら、もう嫌です、限界です。テストなんか嫌、なければいいのに本当に。もうテストってあるの？いらない、でもいらないと思います。ねえ恋積んじゃった、恋が積んない、いきなり積んだって感じで、積めない、ああなる時だって言わせてくれない、どうしよう、本当にどうしよう、もうね心がね痛い。あ、枝毛が、枝毛切っちゃった、いい、お姉ちゃん数学教えて、数学、いやそれは頭がいいからできるんだよ、勉強しない、しなくても点数が取れるって人は普通に地頭がいいだけで、私地頭悪いから、まあ、勉強すればそこそこはいけるんだけど、でも地頭が悪いからダメなんですよ本当に。勉強しないと本当に点数取れないだってさ、はぁ、ふぅ、もうね掛け算とかだったらいいんですけど、もう転校したいですって、転校決めちゃおう、足し算とかそういう問題だったらいいんですけど、小学校そう、掛け算で点数取れる学校に行きたい、本当にもう限界になってきました、鬱です、やめます、懐かしい、そういう問題、リンゴが2つとみかんが7つ全部でキュー、え、なんかそういう問題で引っ掛けなかったっけ、ないか、掛け算は小2からだっけ、記憶いないな、でも本当にそういう問題だったよね、小学1年生の時とか。でも本当に私小学校の時算数苦手すぎて本当にマジでやばかったんですよ、先生マジでストレスだったと思う嵐に教えるの本当にストレスそうだったもんすごいすっごかった、
ごめんなさい先生、本当に申し訳ないです。あの私さくらんぼ計算ができなくて、本当にめっちゃ先生にストレス与えてた。本当にさくらんぼ計算ができなすぎてマジで分かんなかった。何言ってるかさっぱりわかんない。いや先生にはぐずってないんですけど、あの教え先生から教えてもらってる時に私が全然わからなすぎて、だから本当にこんな感じでやばすぎました。桜の計算がいっちゃん苦手、あの難しくない？もう忘れたもん桜も計算、本当に記憶いない。そうずっとハテナで、私マジで何も言わないタイプだから、わからないとかそういうの言わないから、ずっと黙ってそういうのだから、マジでイライラしてたと思う先生。わからないんだったらわからないって言うって小さい頃からお母さんに言われてました。多分それがイライラしたんだと思う。わからないんだったらわからないって言う、言いなさいって怒られる。いや本当に先生大変だったと思う、マジでごめんなちゃいな。めっちゃ軽々言うけどごめんなさい、本当に。あと3分じゃん、壇上読もう。そうなんよ、わからないからさ先生っていうの。うん違う、勉強教えるために先生がいるんでしょ。そんなイライラしないのって始めます。13位くますけさんありがとうございます。12位渡り鳥さんありがとうございます。11位しゅうけんさんありがとうございます。10位しじゅうからさんありがとうございます。9位妄想貴族さんありがとうございます。8位トッシーさんありがとうございます。7位ビッグラブ子さんありがとうございます。6位村上さとしさんありがとうございます。5位もこちゃさんありがとうございます。4位いちおるさんありがとうございます。3位カツサンドさんありがとうございます。2位ともさんありがとうございます。そして1位じいさんありがとうございます。もうみんな助けていきたくない、でも絶対に行く未来が見える。うん今日も行くか。はあ毎日行ってて私は偉いよ。うんうん偉い偉い、よしよし頑張ろう頑張ろう。うんうん、はあ、はあ頑張ります。皆さん頑張ってね、皆さんもお仕事頑張ってて、頑張ってて、頑張っててどういうこと、頑張ってください。バイバイありがとう。バイバイ。